さんのベルマーレ、ベルマーレクイーンのお姉さん部門関西なまりが残っている坂本舞と申します。よろしくお願いします。結構髪型がコロコロ変わるんで、昨日もわからなかったって言われたんですけど、長くなったり短くなったり忙しいんですが、もうここまでバッサリ切って当分伸びないと思うので変わらないんで、ショートカットで覚えてください。よろしくお願いします。こんにちは、住田奈緒です。担当は、デルモ担当です。でデルモっていうのは、モデルになりきれないモデルっていう意味です。で本職は歯科衛生士なので、平塚市内にある歯医者さんで、日々一生懸命歯ブラシ指導とか歯石除去とか行ってます。皆さん、よかったらうちの歯医者に来てください。駅からは近いです。徒歩3分くらいなので、で、まあ、平日は歯医者さんで会い、日曜日は試合で会いましょう。お願いします。皆さんこんにちは、ベルマーレクイーンのセンスがない担当の土方くるみです。それセンスがないってさっき決まったんですけど、後で皆さん見ていただければ分かると思うんですが、あのボード、クイーン1人1枚ずつ持ってます。そのボードをあのみんな各自装飾しようっていうことでさっきしてたんですけど、明らかなんかみんなモールとかすごい可愛いのとかつけてるんですけど、私だけなんかすごい、まあ、見れば分かるんですけど、ボタンをなんかちょいちょいちょいってやってるだけのボードになってます。なので皆さん後で写真を撮ってボードを貼るときは、優しさ込めて私のボードに貼ってください。よろしくお願いします。こんにちは、坂田なるみです。今日真面目な話になっちゃうんですけど、今日を迎えるまでにすごくみんなで6人で力を合わせて頑張って計画してきました。ですごく協力してくれる人がたくさんいる中で、すごくサポーターの人にも頑張ってねって声かけてもらって、すごく感謝です。はい、で今日もこんなに人がいるってことなので、ぜひ皆さんのそのパワーと笑顔でこの行動を埋めてもらって、私たちの気持ちも受け取ってもらって、キャッチボールして帰ってもらったらすごく嬉しいと思います。今日はよろしくお願いします。ベルマーレクイーンの小笑い担当清水ひとみです。大笑いが取れない小笑い担当ということで、平日は今大学2年生なので学校に通ってるんですけど、英語もちょっと大の苦手で勉強中です。で、あと好きな食べ物がハンバーグとポテトです。で、あと休日は休日はベルマーレクイーンとして活動しています。今日のボードも皆さんと楽しく一緒にやっていきたいと思っているので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ベルマーレクイーンの日野里奈です。先ほど、坂田なるみちゃんが自分の担当を紹介し忘れたということで、なるみちゃんは癒し担当です。私は、一応大笑い担当に、一応じゃない何かやってください。なっていますが、ここで無茶ぶりを言われても困ります。私は福島県いわき市出身です。本当に、この震災があってから、皆さんに、たくさんの力をいただきました。それでたくさんの笑顔が戻りつつあります。で、今日写真を撮って皆さんの笑顔をここに貼って、一緒に今日のイベントを盛り上げていきたいので、皆さん笑顔を今から練習して私も引き出しますので、もう一回練習を、みのちゃん、もう一回練習はい、笑顔の練習、笑顔の練習で、じゃあ皆さん、この題名がですね、ハイチーズ、なので、ズのイで、ズのイ
めちゃくちゃ図で、はいチーズって私たちが写真を撮るので、あ、写真を撮って一緒に写真にも写るので、はいチーズで笑顔を素敵な、1万ボルト1万マイル1万マイル1万失礼しました1万マイルの笑顔、最高の笑顔を見せてここに貼らせてください。今日は、楽しんでてください。よろしくお願いします。